皆さんこんばんは、ミレジェンド鍵谷でございます。本日はですね、パワーリフターの牛さんに、ゲストにお越しいただいております。牛さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。まず最初に、牛さんのこと、ご存知の方多いんじゃないかなと思いますが、自己紹介を先にいただければと思います。よろしくお願いします。パワーリフターのウッシーこと牛山京太と申します。パワーリフティングという競技、スクワット、ベンチプレス、デッドリフト、筋トレ、ビッグスリーですね、こちらの合計重量で競う競技になります。僕の戦績としては66キロ級で戦っているんですが、その日本記録保持者、そして最高としては世界3位になったことがあります。ビッグスリーは重量どれぐらいなんですかね。試合のベストはスクワットが 247.5キロ、すげえ、ベンチが175キロ、デッドリフトが300キロですね。300、はい、すごいですね。さすが、世界3位ですからね。あ、いえいえ、ありがとうございます。すごいなと思います。はい、ありがとうございます。パワーリフティング、始めていらっしゃる中で、始められたきっかけ、はい、これはどういったところから始まったんですかね。はい、きっかけはですね、僕高校まで野球をやっていたんですが、引退して、ずっと小学校から高校までやってきた、スポーツっていうのがなくなったわけですよね。その中で専門学校に行ったんですけど、どうしても体を持て余すというか、なんか動かしたいなっていうような思いもあり、筋トレはしていたんですね。でその中で今 YouTube を一緒にやっているメンバーの、当時専門学校の同級生ですよね、その人にパワーリフティング出てみないかと誘われたんですよね。で当時ちょっと僕、パワーリフティングやる前からビッグスリーっていう存在はしてて、その重量を上げることが結構楽しかったっていうのもあり、そして重量で順位が決まるっていう、その競技性にすごく惹かれたとこもあり、パワーリフティングに出るっていうような流れになりました。なるほど。今じゃあ競技始められて何年ぐらいになられるんですか。はい、今ちょうど8年目ですね。8年、はい、なるほど。8年でね、その世界のトップクラスまでいける、本当すごいなと思います。牛さん自身も YouTube のチャンネルもお持ちなわけですけれども、はい、パワーチューブっていう YouTube、はい、あちらを始められることになったきっかけっていうのは何かあったんですか。始めるきっかけとしては、やはりパワーリフティング、今でもまだまだマイナー競技だとは思うんですが、当時はもっとマイナーで、もちろんそのウェイトリフティングとパワーリフティング、重量上げの競技って2種目あるんですけど、ウェイトリフティングの、認知しかされていないし、パワーリフティングって言って、あ、これねこれねみたいな、僕らはバーベルをこう頭上に上げる競技ではないんですけど、ウェイトリフティングとどうしても勘違いされてしまったりとか、そもそも何っていう感じのリアクションが多くて、ちょっとそれが自分がやっている中ですごく好きな競技なのに、そうやって認知が全くされていない、トレーニングをしている人でも認知されていないっていう、そこがちょっと悔しかったんですよね、自分としては。やっぱ大好きな競技だからこそ、だったら自分自身この競技者として強くなっていく中で、その姿っていうのも発信できた方が競技の普及にもなるし、自分自身のモチベーションにもきっとなると思ったし、いいことしかないと思ったんですね。だから YouTube を始めて、パワーリフティングという競技を中心に発信していこう、そういった考えになりました。なるほど。パワーリフティングをより知ってもらうために、YouTube を始めたと。そうです。なるほどですね。パワーリフターなので、ビッグ3はメインだとは思うんですけれども、他にもいろんなトレーニングしてらっしゃるんじゃないかなと思いますが、普段のトレーニングの中で何かこだわってらっしゃることっていうのはありますか。はい、パワーリフターなのでもちろんビッグ3はメインでやっていくんですが、そのビッグ3の中でも、例えばスクワット、ベンチプレス、下ろしをゆっくりにしたりとか、デッドリフトで普段はワイドスタンスって、ちょっと足幅の広いスタンスで試合出るんですけど、そのナロースタンスも補強としてやったりとか、もっと言えばルーマニアンデッドリフトとか、そのビッグ3に付随した種目といいますか、親戚的な種目といいますか、そういうのを結構大事にして、結構補助種目とかって言ったりするんですけど、あくまでビッグ3の重量を伸ばしていくために、近い種目、近い動きっていうのをいろんな角度から取り入れて伸ばしていく、そんなことを意識して種目を取り入れてますね。なるほど。ただデッドをする、スクワットをするっていうだけじゃなくて、その中でもハムを意識するとか、電筋意識するとかっていうふうに、部位も考えながらトレーニングされている、はい、その通りです。なるほどなるほど。そのトレーニングをされることは、まず一つ競技として大事だと思うんですけど、並行してやっぱりサプリメンテーションも大事なんじゃないかなと思うんですけれども、食事とかサプリメンテーションについて何かこだわってらっしゃることっていうのはありますか。サプリメンテーションに関しては、僕は66キロ級という階級で常にやっていまして、普段から体重を増やしすぎれないんですね。70キロ前後で保つということを意識してます。でないと大会66になった時に73キロ4キロから8キロとか減らしました。だいぶ腹圧の感覚とかが変わってきちゃうんですね。ベルトの穴の緩さもやっぱ変わってくるし、なんで増やしすぎないような、常にちょっと減量みたいな感じで
過ごしていまして、でリーンな食事っていうのをとても意識してます。だからあまりちょっとジャンクなものだとかカロリーが高すぎるものを食べ過ぎないように、でもやっぱり高いパフォーマンスを維持したいということで、炭水化物だったりエネルギー源をとても重視して、基本米から取ってるんですけど、やるようにしてます。なるほど。そしてサプリのその補助の部分ですよね、プロテインだったり、まあ、クレアチンだったり、マルチビタミン、まあ、その辺ビールジンさんの取らせていただいてるんですが、まあ、補助としてメインの食事だけでは補いきれない部分、補いきれてない部分をですね、サプリで補うような形でやっています。ありがとうございます、はい、今のような、まあ、こう食事、まあ、体重増えすぎないようにとか、はい、まあ、ウエストなんか本当によく分かりやすいなと思ったんですけど、はい、まあ、こうベルトする中で腹筋が変わるとか、はい、そうですね、まあ、すごく重要なことだと思うんですけど、うん、まあ、これってこう競技始められても最初の頃からそういうことはいろいろ意識してらしたんですか？いえ、最初はですね、むしろもう66で出てすぐめちゃくちゃ増やしましたね。で78とかまで増えたりとかしたんですよ。もうパンパンになって、そこからまあ次の試合、まあ、第2戦目出ますと、うん、もう全然違ったんですよね、もう感覚が。66キロで出られたわけですね。もちろんそこも66で出ました、はい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 、やっぱりその普段練習してた時と、うん、まあもちろんの減量を始めて試合に出るんですけど、うん、ギャップがありすぎて、うん、まあいろいろとイレギュラーが発生して僕、うん、第2戦目実は失格してるんですよね、うん、はい、まあパワーリフティングスクワットベンチベースデッドリフト3試技3試技3試技合計9試技なんですけど、うん、僕はスクワットで3試技落として、まあいわゆる三振って言うんですけど、まあそれも失格なんですよ。記録が残らない、うん、ベンチジェットやっても、うん、っていうその苦い経験をまあしたこともあり、まあそれだけではないんですが、それもやっぱり大きな一つの要因でしたよね、うん、まあ、そこから学んでやっぱり試合からかけ離れすぎない状態で練習し続けないと階級制の競技っていうのは厳しいなと、そこで気づいたっていうのはありますね。あ、なるほどね、うん、まあ、どうしてもこう一発勝負になる、もちろん試技は3回ずつあるわけなんですけど、はい、一発勝負になるからこそ変化が大きすぎるとうまくいかなくなっちゃうということですね。まさにその通りです。なるほどなるほど。あの、まあ、今実際足りない栄養を、はい、まあ、プロテインやクレアチンやビタミンミネラルなんかで、はい、補われるということをおっしゃっていましたけれども、はいはい、飲まれたことによって何かこう、はい、悩みが解消したりです、あるいはこうなんか不安なことが対応できるようになったりとか、そういった違いっていうのはありましたか？そうですね、自分的にはプロテインを朝飲むんですけど、うん、起床後ですね、栄養素を取りたい、でも時間がない、そんな時にすごくいつも助けていただいているなっていうのはありますね。しかも朝あんまり美味しくないプロテイン飲んでも、まあ、テンションが上がらないというか、なんか嫌な気持ち、嫌な気持ちって言ったら失礼ですけど、まあ、はい、でもビエンジのプロテインとても僕は甘党なんで甘いのが好きなんですけど、うん、すごく甘くて美味しいそのフレーバーがたくさんあるので、精神的にも助けていただいているなというのは非常に感じますね。なるほど、はい、まあ、今ちょっとお話も伺えたんですけれども、はい、まあ、いろんなサプリメントメーカーさんがあるわけなんですけど、はい、まあ、その中でまあ B レジェンドを選んでいただいているわけなんですが、うん、まあ、その理由をお聞かせいただきたいなと思うんですけど、はい、まずはやっぱりもう美味しさですよね。とても美味しくて、まあ、フレーバーも豊富で、自分としてはまあ甘いフレーバーをもう根こそぎ全部もう試していってるんですけど、特に自分はあの香ばしピーナッツチョコっていうのがあると思うんですけど、うまいですね、あれがめちゃくちゃ好きで、はい、影谷社長がおすすめと言ってた巻き巻きソフトクリームももちろん飲みましたし、はい、甘い系のフレーバーが本当に美味しいなっていうので、うん、もう常にもう感動しているところなんですよね、うん、まあ、あとは自分としてはビレジェンドはあのインフォームドチョイスって言って、ね、はい、あのアンチドーピングの認証を取っているんですよね、うん、で自分としても、まあ、常にドーピング検査を行っている身なので、結構検査員が家に来たりとかも何回かあるんですけど、まあ、そういった認証を取っている安心安全のプロテインを常に飲めるっていうことは本当に精神的にも安心ですし、かつ美味しいっていうのもあるし、まあ、いいことしかないじゃんっていうことで、うん、もうビレジェンド様にはもう感謝しかありません。なるほど。今おっしゃっていただいたみたいにドーピングに関してはまあうちこだわっておりますし、私自身が JBBF の奈良連盟の理事長をやってることもあってですね、そのあたりドーピングは外せないなっていうのを思っていまして、やっぱりトレーニングの啓発もしたいので、あの味に関してもこだわってますし、まあそういった意味では本当に喜んでいただけてるのかな、まあ、あとまあこだわりで言うとあの発想ですね、あの発想のスピードっていうのもまあ皆さんに喜んでいただけてるんですけれども、まあそのあたりはまあ皆さん喜んでいただけてるのでありがたいなといつも思っております。まあそういった B レジェンドなんですが、まあどんな方に飲んでいただきたい、おすすめしたいなっていうふうに思われますか？そうですね、プロテインないのもって初めてのプロテインを選ぶ方だったりはぜひぜひ B レジェンドから飲んでください。他のプロテインいけなくなっちゃうからみたいな、それぐらい思っちゃうぐらい美味しいんで、もちろん僕も B レジェンド以外のプロテイン飲んだことあります。ただやっぱり圧倒的に美味しいなっていう、本当に思います。僕がまだもう B レジェンド様のサポートしてもらう前に企画で
一番美味しいプロテインメーカーはっていうのを実はやったんですよ。ありましたね。はい。ダントツビーレンズ様が1位でした。もうダントツです。あれまだうちと関わる前の動画なんです。前です。はい。前の動画なんです。あれあの過去動画で僕見た時に、はい、あちゃんとやってくれてんなと思ったんですけど、あれもう全然う、はい、どこを1位にするとかもう忖度全くなしの動画だったんですけど、1位だったんですよね。あ、ありがとうございます。だからまあ結局そういうことだろうなと思って、やっぱ美味しいプロテインメーカーはみんな分かってはいるんだけどみたいなところなんで、だからまあそこは間違いないのかなっていうふうに思ってるんで、過去に違うプロテインメーカーを試してあんま美味しくなかったなっていう人だったりはちょっと一旦やめる前に一旦ビーレジンのプロテイン飲んでからやめてよっていうふうには思いますかね。ありがとうございます、はい、まあ、なんかかなり生の声が聞けてよ、はい、ありがとうございます。まあ来シーズンに向けての、まあ、意気込みをね最後に聞かせていただければなと思います。はい、まあ自分自身ずっと世界一っていうのを掲げてやってきている身で、まあ、ただやっぱ世界3位までしか慣れてない。今年に関してはちょっと5位だったんですよね、うん、ちょっと成績を2つ順位を落としてしまって、なんでまずはそこの世界一をしっかり取りに行きたいっていうのが一つあります。で直近の目標としては12月に世界大会ではなくてアジア大会なんですけど、うん、それに出場するんですよね。でアジア大会は国際大会なので世界記録が認定されるんですけど、まあ、そこで66キロ級の世界記録 710.5 キロなんですけど取りに行きたいと思ってます、うん、まあ、自分は日本大会国内の大会ですが 712.5 キロを一度出してます。まあ、ただ国内の大会なので世界記録認定はないですよね。未公認世界記録という形で、まあ、それをしっかり海外の舞台、もちろん調整難しいです。海外渡航とかもあります、うん、その中で合わせて必ずその世界記録をまず破りに行く。そして日本人初の、まあ、このノーギアパワーリフティングの世界チャンピオンになる、まあ、これを目標として掲げてやっていきたいと思っています。なるほど、ありがとうございます、はい。まあ、こんなあの牛井さん本当多方面でご活躍されてらっしゃるわけなんですけど、まだ世界一に向けてですね、まあ、ビレジェンドもあの総出でねサポート応援させていただきたいなと考えております。はい、ということで、今回は牛井さんでした。またよろしくお願いいたします。パワーチューブの方もねリンク貼っておきますので、ぜひ牛井さんの動画の方もご覧ください。それではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。